はい、こんにちは。札幌占い美容師相馬勝元です。再度こんな感じで、中が買ってたのかなっていう感じで、バッグがここがちょっと生え癖が上にこう生えてるんで、なんかハイトーンで明るく一発でいきたいので、あのブリーチ使わないで、まあ、お仕事もあると思うんで、ブリーチなしのソーダカラーで1回ワンプロセスでパッて簡単にやっちゃいます。大体1時間半カットから1時間半ぐらいでいきたいなと思います。ショーボルタンで今これカットしてますね。ショーボルタンで、丸さを出しながらカットしてます。今コンベックスでカットして、で柔らかさをちょっと重さと柔らかさ出したいので、ちょっと丸すく切っていく感じですね。ショーバルで切ってますね。ちょっとバンドも結構切っちゃいますね。今はつむじから放射線状にちょっと切って、ショーバルで切ってるんですけど、まあ、基本縦スラで今は切ってます。まあ、これ辺は皆さんの切ってるのと確か変わらないと思うので、特にまあ、ただあのハサミがまっすぐじゃないかなっていうぐらいの違いですかね。はい、ちょっと柔らかさを出したいので、ちょっと丸く切ってる感じです。こんな感じですね。上からカットしていきます。こんな感じ。はい、はい、こういう感じで、バックセクションもカットしていきます。バックも、本当にショーバルが使える理由としては、本当コンベックスが簡単にできるっていうところです。はい、今放射線上で、でトップはね、多分モデルさん立っちゃうんで、ここに関してはもう今日は多少ちょっとこの辺はもうあんまりこれ以上切らないようにして、ドライヤーでちょっと抑えれるぐらいにします。結構切っちゃいますね。あんまり極端に切りすぎるとちょっと危ない感じ。肘上げてですね、切るのが結構ポイントかな。ブランドセニングって言って、こういうまあシザーなんですけど、わかりますか？ちょっと見づらいですか？ブランドセニング、ブランドセニングは結構そぎが強めに入る感じ、ちょっと強めの。でどういう時に使うのかっていうと、ちょっとぼかしたりとかする時、あとメンズ、それから子供のカットとか、あとはラフにちょっと刈り上げたりとかする時に結構使う。ここの頭の丸さにコーム合わせていって、でコームが常にね、こういう状態描いていくような感じに僕はしてもらって、この出てきたところを切るような感じですかね。はい、とりあえず皆さんの方がね上手だと思うので、きっとこういうところに関しては細かいところはちょっといろいろお見せできればいいかなと思います。つむじ付近がちょっと危険なポイントなんで、ちょっとあまり近寄らない方がいいですね。もう完全に浮いてきちゃうんで、これ以上は近寄れない感じです。 T2 セニングなんですけど、ちょっとセニングが多くなっていっちゃうんでね、 T2 セニングって 10% 以下の 8% ぐらいかな。これで、前回の刈り上げたところをちょっとぼかしていこうかなと思います。前回の刈り上げをちょっとぼかして柔らかいラインをちょっと作っていきたいと思います。で今回のモデルさんみたいに顔をシュッとしてる方はいいんですけど、結構エラ張ってる方はあんまり切りすぎると頭すっごいちっちゃくなっちゃうんで、気をつけてください。おじいちゃんみたいな髪型になっちゃうので。そしてですね、今度は、根元のところを
まあこれはやらなくてもいいんですけど、こうやったりとか、あとこうやったりとかで、T2 セニングの刃先の3目まで使うんですけど、こういう感じで、ちょっと動きを根元から出していく。もともと 8% の先っちょなんで、本当あまり取れないセニングなんですけど、あまり取りすぎたら地肌見えちゃいますから気をつけてください。これあくまでもスタイリングした時にとか、セットした時に動きがこう出やすいようにするために、先っちょのこの3目だけ使っていくような感じです。持ち方はこう、もしくはこういう感じで取っていきます。はい、これはまあこっちの方がやりやすいので、こっちでやっていきます。動きを出したいのを、根元をつむじの方向に向かっていって、根元から、多分モデルさんはいつもちょっと買っちゃってるんで、この辺の柔らかい質感って全く出してないと思うんですよね。なんでいつも硬い感じだと思うんで、ちょっと柔らかさをカラーとこのカットの方でちょっと入れて、よりちょっとこう少し外国人風の感じにできたら効果はいいのかなって感じがしております。でつむじに向かってこんな感じですね。で結構この辺も重いんで、この辺とかも結構取っていった方がいいかなと思いますね。でコミングしながらやっていかないと薄くなりすぎちゃってあーっていうこともあるので、はい、あとつむじのあたりはもう触らない、もう危ないところは近寄らない方がいいので、デンジャラススポットはもう触りません、立っちゃうんで、はい。ただあと彼女もお土産立っちゃうんで、ここは買っちゃった方がいいかなと思うんで、後で取ります。はい、こっちもこのような感じで根元から動きを出していきます。大丈夫です。はい、まあ、このような感じで、ループセニングを入れていくんですけども、まあ、T2 セニングをもし必要な方は直接、ちょっと今限定数で販売したんですけど、今ちょっと今 T2 回止めてるんで、必要な方はまあ言ってください。メールとかいただければ。あと今、ダイバル、ショーバル、ペンシルシザー、R2 セニングとか、もろもろ今大量発注してるんで、もうちょっとお待ちください。カートの方にもうちょっとしたら入ると思います。はい、でこのように、ちょっとフォーミング入れながら、チョップカットしなかった理由としては、わざとで、わざとブランドカットしてるのが、なんかチョップにするとアウトラインちょっとボケすぎちゃったりとかするんで、もう逆に重くていいかなと思ったんで、そぎの方でちょっと軽さを出そうかなと思ったんで、毛先はあえてブランドカットでちょっと重めのラインですね。あんまり先っちょのアウトラインをぼかしてはいません。それはわざとです。で、この辺の量を見ながらちょっとカットしていきます。はい、前からつむじの方に向かって、T2 セニングで、はい、刃先3目から5目まで使っていきながら調節をしていきます。